皆さんこんにちは、あわわです。日本三景の一つ松島、その松島の中心的な存在として追願寺があります。追願寺は江戸時代に伊達家の菩提寺として厚い庇護を受けており、現在は国宝となっています。今回は松島追願寺の成り立ちから現在までを紐解いていきます。ではよろしくお願いします。追願寺の寺院としての歴史は古く、天台遊書記によれば平安時代の828年、慈覚大師円仁が松島に天台宗の寺院を開き、寺号を比叡山延暦寺にちなんで延福寺と名付けます。12世紀に入ると延福寺は平泉を本拠とする豪族奥州藤原氏の庇護を受けることになり、1189年、奥州合戦にて奥州藤原氏が滅亡すると、源頼朝の庇護下に置かれるようになり、1200年頃、北条政子は亡き夫である源頼朝の菩提を弔うため仏舎利を寄進しています。そして1248年のこと、松島で祭礼のため神楽が演じられているところ、その修行僧が現れ、前代未聞の見物かなと大声を発したため、神楽が中断するという珍事が起こります。このことに延福寺の修徒たちは大いに怒り、修行僧を手にかけようとしますが、修徒の中に殺生をいさめる者もあったため、その隙に修行僧は岩窟に隠れ難を逃れることができました。その岩窟で発心正斎という禅僧との出会いを果たします。実はこの謎の修行僧はお忍びで東北を行脚していた時の幕府最高実力者、鎌倉幕府第五代執権の北条時頼であるというお話が残っており、時頼は鎌倉に戻ると自身を脅かした延福寺に軍勢を差し向け、延福寺に住む3000人の天台僧を追放します。時頼は松島に禅宗の寺院延福寺を混入し、1259年に数年前に出会った発心正斎を延福寺の住職に迎え、二世住職に鎌倉建長寺を開いた大覚禅寺を迎えます。追放された天台僧延福寺は存続していたと考えられますが、松島の信仰の中心は幕府権力により半ば強制的に天台宗から禅宗へ変更されたと考えられます。後に北条氏庇護のもと禅宗勢力を海岸部一帯へとさらに拡大することになりますが、鎌倉幕府が滅亡し南北朝の動乱が始まると、松島では禅宗勢力と天台宗勢力との争いが再び顕在化します。この頃北条政子が寄進した仏舎利に注目が集まり、信仰が集まっていました。1366年、延福寺はこの仏舎利信仰の独占を起こし主張するようになります。やがて
円福寺は関東御祈祷所に指定され、自覚を所賛さらに実説に入れせられるようになります。隆盛を極めた円福寺ですが、火災などの影響もあり、戦国時代には衰退していきます。1600年伊達政宗は岩出山から仙台を地府と定めると、仙台城の建設を始め、矢継ぎ早に寺社の再建に着手しています。その中で最も早いのが松島五大堂であり、五大堂にて関ヶ原の東軍戦勝祈願をし、無事勝利できたことに対してのお礼として行っており、1604年から造営、1607年に完成しています。そして同年、政宗は師である古西禅師の提言もあり、伊達家の菩提寺とすべく紀州熊野から材木を取り寄せ、円福寺の復興事業に取り掛かっています。古内より奥州の荒野と称される霊場松島に建立された円福寺、その失われた禅風を改めるため大伽藍を建てるとし、古西禅師が希望した変額松島北条記には、円福寺復興は国家安泰と民平穏を祈願するものと書かれています。政宗は建築の際の掟を固く決め、土足は禁止、地面に落ちた釘やカス貝は拾い上げて使わないように厳しく定めています。大工棟梁に梅村家継、小坂部国継が任命され、大崎八幡宮の造営よりはるかに大規模な工事と考えられるため、多くの大工が動員されたと想定できます。1609年、円福寺と同じ場所に落成された瑞巌寺は、再建というより新たに創建という体を成しており、正式名称を松島青龍山瑞巌円福禅寺とし、1620年から1622年にかけては本堂の各室を飾る障壁画や装飾の制作が行われています。瑞巌寺本堂は入母屋造り、本瓦葺きの大建築で、間取りは中央奥の仏間と支柱を中心に、右側に上上段の間、上段の間、文王の間、左側に鷹の間、松の間、菊の間、奥に位牌が安置される羅漢の間、墨絵の間の大小10室で構成されています。特に異彩を放つのが上上段の間、上段の間で、上層武家住宅における書院造りの様式となっています。この間取りはかつての秀吉が建てた京都聚楽亭大広間、そして仙台城本丸大広間と同類であり、類似点が多いためか、非常時の際はこの寺を城代わりに用いる目的があったという俗説がありますが、あくまで瑞巌寺は宗教、教化、法令などで世を治める機能を持った建物で、政宗寺側にその意図はないものと考えられています。ただし
全道本来の荘厳さと、新時代を迎えた躍動感を重ね合わせた空間が演出されており、政宗が希求した理想郷を想起させる建物となっています。1636年、住職就任を壊れながらも、政宗の生前には従事しなかった土佐の国出身の雲後清王禅師が二代藩主忠宗の婚房を受け入れて追願寺に入ります。1652年、政宗17回忌の際、忠宗と政宗正室の養徳院女子姫の発願で伊達政宗の朝鮮出兵時の雄姿を再現した木造甲冑衣装が本堂に安置されます。その後も仙台藩領内随一の規模、格式を誇る寺院として続いていきますが、1868年に明治維新を迎えると、新政府の神仏物理令による廃仏毀釈運動などが起こり、建物の損傷、荒廃の浮き目を見ることになります。そんな中、1876年明治天皇東北巡行に際し、追願寺が功罪所となり、明治天皇は本堂上上段の間で一夜をお過ごしになられています。その際に下賜された内土金が復興の契機となるのです。桃山美術を現在に伝える貴重な建築物であるとして、1953年に随願寺本堂が、1959年に栗が国宝に指定されます。その後も障壁画の修復作業が重なり、2008年より平成の大修理が始まりますが、2011年東日本大震災が発生、松島の島々が津波を食い止める役割を発揮したため、幸いにも被害が大規模とはなりませんでした。2018年に10年に及んだ平成の大修理が完了し、政宗公が心血を注いで完成させた創建当初の姿が現在によみがえっています。境内にはおなり門、中門、本堂、栗、東龍門、そして伊達政宗が上等祝いの際に手植えしたと伝わる紅白の蛾竜梅があります。東側には宝物館清流殿があり、さまざまな文化財が展示されています。松島には随願寺の他にも五大堂、道の区伊達政宗歴史館、お島、観覧亭など多くの見どころがあります。皆さんのおすすめや思い出がありましたら、コメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録、そして応援よろしくお願いいたします。ではまた。